はい、ということで、リリチョウさんということで、天才軍でーす。パチパチパチー、揃いました。はい、タヌキ。はい、そして、ね、学校の評定オール1の、おバカさん。突起事項なし。この3人で天才軍です。テラドンさんですね。はい。ちゅうことで、今回なんですか、タヌキチさん。なんかね、タヌキチくんが仕切ってくれるらしい。なんか、ラドンのチャット見たらわかるんだけど、タヌキチくんに丸投げし、まあ、よくわかんないけどね、あなたね。丸投げしましたって。ね、あなたがまとめないといけないんだよ。港に行ってから説明します。動くん消えたね。うん。まあ、港に移動しようか、じゃあ一旦。これ、ナオくんに手伝ってもらえばいいんじゃない港って。港って初期値じゃないの？サードシーンに来たところじゃないの？どうしたの、タヌキ。ちっちゃくて可愛いな、タヌキな。なんかドラえもんみたいな感じだよ、タヌキやから。今回はどこにいるの？探せ天才くんをやりたいと思いますって。これ初期のドラえもんの声です、これ。うん。タヌキの声ドラえもんでいくわ、俺。任して。俺全部ドラえもんの声でいくわ、君。何これ、探せ天才くんって何？にすぎてびっくりだって。うん。そうだよ。リリちゃん、画面共有はできますか？あ、できます、はい。俺が画面共有すればいい。俺の画面ってこと？画面共有って、はい、何ですか？ここに立ってもらって。はい。向いて。ああ、はい、はい。向こう、はい。喉がもたんで、それって。いけるとこまでやってみるわ。いや、全然余裕だよ。視野を広げてください、少し。はい。あ、OK でーす。何したい？何したい？この画面の中に、天才軍がそれぞれ隠れるので。あー、なるほど。ここで隠れるんだ。視聴者様に見つけていただきたい。視聴者が見つけるの？あ、俺は？あ、俺関係ない。俺は関係ないんか。まずい、編集の力に頼ってしまって。動画です、動画かよ、お前。そうか、タヌキチ。お前、名前ドラえもんに改名しとけ、お前。自分これすごいと思ったのが、毎回できるし、他のとこでもできるんだよね。そういうことか。天才軍を探せ企画ね。じゃあ、あれだね。タヌキチさ、俺こうしとくわ。最大拡大してんのに、今こう、FPS でこうしとくわ。で、捕まえる瞬間、ここ、スクロールするわ。だから、俺も一応探すから、一応そう、3個パイセンずっと映しとくわ。じゃいいよ、隠れて。4人かな、じゃあ。ビッグライトーって。いや、昔のドラえもんこんな感じだからね、ほんとに。あんなこといいな、できたらいいな。あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど。空を自由に飛びたいな。はい。タケコプター！はい、ということで、4人隠れたみたいなので、今から視野をバーって最大限まで広げて、視聴者と一緒に4人見つけていこうかなと思います。はい。さすがなんか、タヌキチが考えたみたいです。じゃあ行きます。ダダダダダーン。ということで、はい、ここの画面に、4人いるみたいです。なので、4人探してください。はい、どうぞ。チックタック、チックタック、チックタック。天才軍を探せーって、僕を見つけてみなさいって。はい。まあ、タヌキは明らかにいるけどね、もう。ID が唯一映ってるっていうね、近すぎて。俺との距離が近すぎて ID 見えちゃってるよね、もうね。はい、ということで、じゃあ俺も探していいですか？タヌキチ、まあ楽勝だね。で、まあラドンも楽勝だね。邪魔なんだよお前ら、おい。ラドンも楽勝。で、多分これウゴくんかな？ウゴくんもこれかな？で、この奥？これプレイヤーか？これ。奥のやつがこれメタルさんかな？わかんないね。待って、でも左上にもなんかいるぞ。これ。左上。ほら。1,2,3,4。なんか5体ぐらい。5体？タヌキチ、今回何人いるんだっけ？天才軍って。4です。あ？奥は、うん。モブです。あ、これ、モブ。ちょ、待って。1、2、3、4かな？ほら、ジャンプしてるやつ、ほら。連続ジャンプしてるやつ。あいつかな？はい。ということで、じゃあちょっと答え合わせしてもいいですか？タヌキチさん。じゃ、いきまーす。はい、まあ、論外。お前、ダメ。このタヌキ。お前、お話にならない。お前、出直してこい、お前。なんだってじゃねえの、お前。出直してこい。で、まあ、ラドンも楽勝。ラドンも楽勝だね。木の後ろとかにいたら分からんかったけど、まあ、分かりやすかったですね、ラドンさん。で、はい、ウゴくん。はい、楽勝と。なぜ分かった？分かるんだよ、簡単に。簡単すぎんだよ。で、はい、来たー。これが天才。はい、4人目も発見と。はい、全員見つけましたよ。天才軍があっさりと、そうだよ。毎回できる。そうだね。ネタの始めに毎回それできるね。素晴らしいね。ちなみに、ラドンこれあれだよ。
あの、タヌキチが俺に DM で相談してきた、このネタ。で、俺が、いや、天才くんだからラドンくんに言ってみたらって言った。ね、タヌキチくんね、俺に DM できたもんね。理事長さんすいませんって、今お時間よろしかったでしょうか。あの、こういうネタをやりたいと思うんですけど、どうでしょうかみたいな。あれやったら天才くんに言ってみたらみたいな。してみま、うん、事前に連絡があった。ちなみに。今回の、初めての撮影で、事前に俺に DM があったのはタヌキチくんだけ。ちなみに。ネタの相談があったのはタヌキチくんだけ。確かに自分じゃ不甲斐ないなーって。そう、ラドックより前に俺に相談が来た。いうことでですね、だから、まあ、天才軍、ちょっとなんか、あれだね、いつもさ、なんかポンコツ系な感じやったやん。今回結構優秀な子来ちゃったんよね。誰がポンコツだってって、あの、ラドン君が。リーダーは天才です。あ、すいません、すいません。あ、もうほら、このね、タヌキ、洗脳されとるわ、これ。ラドンさんはって、そうだね。なんか、愛嬌あっていいですね。天才員。はい。え、ラドン、まだあんの？なんか。結局、今回初めてなわけじゃん、天才軍。もう一個あるんだ。ちょっといいですか？じゃあ。何があんの？もう一個。海の上のお城に行きたい。どうしたの？天才軍。人を集めてほしい。それは天才軍以外ってこと？誰でも入っておいで。動画班か視聴者誰でもいいよ。今、1、2、3、4、5、あと5、6人ぐらい入っていいよ。なんか、楽しそうに話してるのを見ててんって。天才軍がってこと？これが何パーセントで落ちてめっちゃレアやねんみたいな。悪魔の実が例えばアイテムがこれ何パーセントでドロップするみたいなね。はいはいはい。神聖でいいねって思うじゃん。それと同時。そうだね。なんか今のさ、動画班ってさ、まあ、ある程度も撮影慣れしてるからさ、みんなもうパッパパッパ行くんよ。義務的な。なんか事務的な感じに返すもんね。潰したくなるやん。それは思わねえわ。うん、それはダメだろうが、お前。うん。最速でラスボス行きましょう。そういえばあるあるだね。ファースト C の時もそうやけど、ファースト C のラスボスを倒そうねってやつをやったんよ。で、セカンド C の時も、じゃあ最初にラスボス行こうでも多分やってるんよ。今回のサード C でも、もういきなりラスボス行っちゃおうということですね。最初でどこまで通用するのかということで、これ何なの？ラドンのやつは何？このアイテム何なの？この聖杯みたいなやつは。さすがっす、兄貴って。これは、うん。ホットドッグ紹介から密輸してきた親？何これ？なんか血液召喚するためのものだ。神のシャリス条約をしました。あ、教えたんだね、タヌキ氏がね。裏で教えたんだ。あ、なるほどね。これこうすればいい。はい、あ、そうなんだ。お前嘘つくな、お前。これをどうすんの？神のシャリスってやつをどうしたらいいのってタヌキ氏が教えてあげて。タヌキ氏くん、これを捧げる前に儀式をしますって。あ、わかりました。ちょ、みんなタヌキについていって。あ、何これ？ほら、こんなところに黒い四角のやつがある。白い武装色でこのボタンを押してください。白い武装色？何それ？武装色に白ってあんの？さあ次行きましょうか。これ終わったの？これ終わったんだ。武装色の白は結構レアなんだ。なんかいろんな条件を満たさないと手に入らないってことね。俺そんな飛べないぞ、そんな上まで。みんなこう上に行かないといけないらしい。何があんだろうね、みんなね。上登らんといかなんだって。来た。ここに儀式の仏があると。ああ、これが二つ目なんだ。このエリア内にあるボタンを全部押さないと始まらないっていうことですね。もう押したって、押してるはず。点滅してるもん。一個目のやつ誰が押したの？一個目のやつ黒のままじゃなかった？誰か押したんかな？わからんけど。ああ、すごい。じゃああれなんだ。これ赤色ってこと？赤色武装色とか白色武装色とか、いろいろな色の武装色になった状態じゃないと踏めなくなってるんだ。なるほどね。まあ、その武装色の手に入れ方とかまた後日ね、動画で取り上げたいかなと思います。はい。では、儀式を行っちゃいましょう。何をすんの？ここでようやくラドンか？隊長、終わりましたって。うん。お前何もしてねえな、お前な。お前そこで何しとったんや、お前。はい。あ、来た！バリアが怖っ。え？待って！ちょ、待って、戦わないでまだ。待って待って。なんてやつ、名前。強そう。RIP イッドラってあれじゃん。リリチオが負けたやつじゃん、これ。なるほど、イッドラだ。いてててててて。よし、じゃあ、頑張れ、天才くん。みんな天才くんを応援するんだ。多分これ、リリチョウだってバレじゃ勝てねえぞ、これ。なあ。そんな強いの、こいつ。全然減ってなくない？あ、死んだ。全然減ってなくない？びくともしてねえぞ、ほら。おい、びくともしてねえ。みんな、全然、おい、びくともしてねえって。減ってない、減ってない。はい、バネー。やれ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 。バネー。俺弱いな。ほらもうみんなやられるやん。バネー。皆さんまだ半分減ってません。これだけの人数でさ、やってさ、倒せないってやばくない？
で、めちゃくちゃ強いんじゃないこいつ。ソロは無理だろうね、これ。勝つとテレポートできるようになる。なるほどね。よし、いけいけいけ。頑張れ。なんも見えへんって。ね、これなんだこの光は。邪魔じゃ。動画で何も映らんのじゃん。キラキラしたやつを撃つな。キラキラしたやつを。見えねえんじゃなんも。強くねえかなあ。勝てるんだけど全然よ。1割削ると応酬。俺1割与えられてない絶対。もうね、どれかどれだか分かんないよねマジでね。よし、バネ与えた、バネ与えた。やれるぞやれるぞ。俺のバネでとどめを刺す。任せろみんな俺に。なんでや。うん、俺入らんかったわ報酬。うん、俺報酬入らんかった。これラスボスなんだ。だって12人がかりで全員攻撃でやっと倒せるみたいな感じだよ。強いね、さすが。はい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 。ねえ、キョンシーちゃんとか俺とかほぼほぼ攻撃してないからね。しかも俺バレらしね、俺。こんな最強呼べるなんてさすがっす、兄貴って。そうだね。やりましたね。隊長、他の部隊と協力して勝利勝ち取りましたね。って。そうですね。だから、ホットドッグ紹介とか、海軍とか、いろいろなね、軍団のオールスターズ集まってるんで、みんなで協力して倒したわけですね。なんかいいやつだね、今回はね。なんか悪者じゃないんだ。え？って。うん。みんなインドラやりたそうにしてたから。え、ちなみにインドラってさ、もう出てこないの？あー、意味がなくなるんだ。運次第ではいけるってことだね。じゃあさ、最後にあれ見たいね、あれ。なんだっけ、テレポーター？これで、あれなんだ、何話か前に撮ったやつかな？どこだっけ？ほら、ここが使えるようになるんかな？おそらく。まだアクセスできませんだって。うん、俺まだアクセスできないらしい。リリーさん、報酬入ってない。裏で視聴者と一緒にやります。うん、裏で視聴者にシャリス手に入れたらやります。はい、ということなんで、これ以上、天才軍、これ以上でいいですか？じゃあ。俺何の時間やったんこれ。面言でやりましょう。そうだね。はい、ということで、天才軍ありがとうございました。また次回ですね、のネタ楽しみにしてます。いいですね、なんか、今までさ、あれなんよ。ラドンが脳死でネタしてたんよ。脳死突撃みたいな。今回はブレインが入ったから、ブレインがいるから、だいぶなんかネタにまとまりがあってよかったわ。なんか見切り発車じゃない。そう、マジででかいね。だからラドンの考えに、タヌキチとか他のメンバーのブレインが入ることによって、面白さが倍増するみたいな感じになって面白いんちゃうか。え？って。ねえ、って。チャリスやることは言ってなかった。あ、そうなん？即興で、そうなんだ。あ、ネタ合わせしてないんだ、シャリスのやつ。そうなんだ。はい、ということでした。またいろいろ考えたやつかつ、やってない。俺初めて知った。俺なんかネタ合わせしてるかと思った。はい、天才君ありがとうございました。リリチオさんということで来ました。ヌーブ海賊団です。あれ、ヌーブ海賊団って合計5人だっけ？合格者4人だっけ？あー、3号パイセン入れて5人か。オッケー。あ、全員揃ってますね。素晴らしい。はい、皆さん今ね、撮影時間が夜中の夜の11時半なんですよ。あれ？残れてんじゃん。9時に落ちるとか言ってた人間が、残れてるね。こんばんは。あ、嘘じゃなかったんだ。やるやんって。マップ制作班の話したと思うんですけど、その時、9時までやったのにね。おー、本当にちゃんと許可もらってんだ、夏休みだからね。はい、で、3号パイセン。初めてのヌーブ海賊団ということで、何するんですか？そういえば俺たち、ヌーブ海賊団の目的を言ってなかったなーって。そう、言ってない。何すんのみたいな。なんか、ヌーブの心を愛し、とかさ。なんか、ヌーブのがどうたらこうたらってだけは聞いてるやん。俺たちヌーブはいつまでもヌーブのままではフールになっちまう。愚か者、そうだね。愚か者になっちゃうと。いつかはプロになるために経験を積むんだって。はい。ヌーブからプロになると、YouTuber が好きなサムネイルです。旅をしたいん、旅旅でも、ヌーブすぎて稼ぎ口がないから、軍資金がない。お金がないよね。お前ら、今の手持ちを言ってみろ。いくら持ってるんですか？あなたたち。8円、9円、10円、7円。7、8、9、10って。なんかちゃんと考えてるんだね。7、8、9、10円と、なんか均等に並んでますね。はい。こんなんボケどころじゃないぞって。無一文じゃん、無一文。店長、腹が減ったよーって、俺もだよーって、そうだね。店長がバカでけえ船を買うぜじゃないですかーって。かっこよかったんだよ。まあいろいろ買っちゃったんだね。お金があったけど、夢を見すぎて買っちゃったんだよ、いろいろね。どうすんのじゃ、お金は、軍資金は。どこかで聞いた話ですけど、この近くの海に海王ってやつが出てくるみたいですよ。うん。大金が手に入るとか。海王のやつね。よし、そいつを倒すか。セカンドシーンでも倒したことあるし、余裕、歌って出したやつです。皆さん覚えてますか？クロワさんが歌を歌って、海王出しましたね。それで倒したやつですね。サードシーンでも出てくるということで、うん。海王をぶっ倒しに行く。でもさ、あれじゃない？ヌーブってさ、悪魔の実使えないじゃん。だから、拳じゃん。ほら、なるほどね。だから、うん。
だいぶきついんじゃない？海王って拳だけじゃん。近接縛り？あー、近接縛り海王か。ラドンとか弟くん知ってるやろ？結構きつくない？近接縛り海王って結構きついんじゃない？いけんの？本当に？じゃあ やろっか。悪魔の実なんていらいらーんって。はい、じゃあ行きましょう。ヌーブ海賊団4人ちょっと止まって。嫌だったら嫌って言っていいんだからね。この人わがままだから、嫌だったら嫌って言っていいんだからね、本当にね。正直に言っていいんだからね。じゃあ行きましょう。行きましょう。ちゃうねんって、ちゃうの、ちゃうの、違うの。台本考えてくれたねんって、偉い。ねえ、ヌーブ海賊団そのパターンか。アドリブタイプっていうよりは台本ガチガチ考える。はいって、そうか。台本ガチガチ考えるタイプみたいです。行きましょう。はい、台本通りに行きましょうね。はい。でも多分ここからは台本ないですよ。多分、海王を倒せるか倒せないかって話になってくるんでね。できれば、はい。あー、なるほどね。そうだそうだね。一人一隻ちゃんと船出していきましょうか、じゃあ。じゃあ俺もここでボート買おうかな。うん、一瞬で出たじゃねえか、お前。早すぎやろ、お前。運ありすぎやろ。行くぞーって、行け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 。めちゃくちゃ早くない？こんな早いの海王って。俺、ブロフラーマ詳しくねえかわかんないけど、今出たばっかだよ。運がいいだけ、そうか。はい、頑張れー。ほら、頑張れー。あ、でも、強くない？結構減ってるよ、拳で。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ほら、ちゃんと皆さん、パンチ、多分、なんで攻撃してるんだろう。剣とかかな？剣とか、格闘スタイル？ちょっと俺、詳しくないけど、そこら辺で多分攻撃してるんでしょうかね。これ何の技だ、これ。あ、倒せる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 。ナイスー。一瞬じゃん。おらーって。種族はあれにして、あ、そうだね。悪魔の実がないから海自由に泳げるからってことね。よーしって。はい、ヌーブの力見せつけましたね。はい、これで結構お金が入ったんですかね、多分。おのおのね。やっとこれに旅に行けるぜ。って言いたいところだけど、はい。ここから先は、うん。バケモンみたいなやつがいっぱいいると。あー、旅の先にね。そりゃそうだよ。だって、レベル的にも強いやついっぱい出てくるしね。いろんな島には。はい。そいつらを倒せるために、トレーニングをしよう。はい、ヌーブ海賊団のトレーニングと。わかりました。ということで、はい。海軍が戦ってたところ。あー、だから、上か。各団体の PVP 地震に北朝集ってほしい。海軍、天才軍、ホットドッグ紹介。今、VC いる人で、PVP 地震に来、なんか入ってきて、何人か。いいよ。かかってこいやーだ。ヌーブ海賊団 VS ってことね。他の軍団の PVP ってことね。刀を解放してもよろしいでしょうかだって。うん、刀は OK らしい。悪魔の実を使わなかったらいいんだって。だから刀とか、まあ、素手でもいいし、そう、銃でもいいんだって。銃でもいいよ、ゴッドキャット。君は銃専門だもんね。まさか刀使わんでしょ？銃でしょ、あなた。ピストル。あなたピストルでしょ？ピストル出してピストル。あなたピストル限定だよ、君。ヌーブ海賊団のベンベックマンって言われてんじゃん、あなた。ここだね、ここの4人。ここの4人です。はい、今回来てくれて。あ、5人か、5人。はい、ということで、あ、ちょうどいいじゃん。5対5できるじゃん。5対5。素晴らしい。じゃあ、弟。まずは俺とお前だ。あ、弟くん V35 パイセント。はい。なれなれしく呼ぶなって。はい、そうですね。なんかね、はい。で、ちょっと格闘変えたいので、他の人先にやっておきましょう。わかりました。入り中指名で分かった。じゃあ、無難に。じゃあ、君、ブリ君と、誰がいい？キリスケ？ブリ君、キリスケでいこっか。じゃあ、一旦この二人やろう。わかんない。読めないな。でもやっぱ圧倒的に相手側の方が有利なんじゃないのかなって気はしてる。はい。ということで、じゃあ行きますか。一人目、ブリ君。はい、しっかりとトレーニングの成果出せるのか。はい、じゃあ、対するキリスケ君ですね。じゃあ行きまーす。位置について、よーい、スタートー。いけー。はい、相手はね、悪魔の実使いますからね。あ、やばい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 。え？空中での戦い。すごいな、やっぱサードシーから戦い全然変わってくんな。はい、頑張れ頑張れ。え？ブリ君、強くね？かっこいいね。なんかさ、サードシーの PVP からなんかレベルがちげえわ、戦い方の。なんか違う。迫力感あっていいね。PVP が面白い。さすがうちの用心棒だ。素晴らしい。じゃあ次。じゃあ、テト君行くか。テトと、じゃあ、メタル君。テト VS メタルで行こう。じゃあ、お互いまた前に出てください。これいい流れだよ。君が勝って、ちょっといい流れ持っていかないと、なんか死神の鎌みたいな持ってるわけやんね。頑張らんといけないよ、君。はい。後ろにはね、見てください、皆さん。風間と書いてます。風間。頑張れ、風間君。
魚人空手でって。はい、じゃあ行きまーす。二人の戦い、よーい、スタートー、いけー。さあ、魚人空手でどこまで行けるのかという感じなんですけれども。はい、これあれだね、ソウルギターだっけ。なんか強いんでしょ、俺全くあんま詳しくないんだけど。頑張れ頑張れ。ブリー、間違えた。でも人の名前間違えるってどういうことや、お前。あ、はーい、やっぱり強いね、君ね。はい、ヌーブ海賊団、いっぱい。一人負けてしまいました。じゃあ行くか。ベンベックマン。SK ゴッドキャットです。はい、行け。もうやっぱ銃といえば、何もするな、キザルーって。あ、このギター。違う違う違う。俺言ってんの銃だよ、銃。何言ってんの？違う違う、銃、ピストル、ピストル。ピストル出して今すぐ。え？ピストル、ピストル。銃だよ、拳銃。そう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 。え？それ撃ってみて、一回。ああ、そうそう。それでいいんだよ。それでいいんだよ。はい。で、対する相手がじゃあ、バナナ行こっか。RIP バナナ。よし、いいね。ベン・ベックマン。はい。ヌーブ海賊団のベックマンになれるのか。え？って、うるさい。もういいから行くよ。PVP できますね、お互いに。はい。じゃあ、ベックマン VS バナナ。行きまーす。位置について、用意スタート。行けー。頑張れ、ベックマン。ベックマン。銃当てろ、銃当てろ。ベックマン。ベックマン飛ばされてるぞ。撃て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 。何してんだあいつ。何してんの、ほら、撃て早く。当てろ当てろ。何してんだベックマン。大丈夫か。斬撃が見えたなってね。あれ、なんかベックマン、あれ大丈夫か。ベックマン以外してないよね、あいつね。大丈夫だよね。いやー、ベックマン惜しかったねー。はい、バナナ君の勝利と。あれ、ヌーブ海賊団大丈夫？ 2 杯目だよ。二人目の敗北者出ちゃったよ。テルル。ほら見て、半分ヌーブになってます。あの、ブリーチでいうホロー化です。じゃあ対するのは、はい、モノケ、モノケトル。強そうだね、なんかあったね。じゃあお互いに前に出てください。さあ、え、どうですか？ちなみに、テルルさん。まあ、元素記号ということで。え、自信はありますか？あなたは。あ、何を使う、あなた何の使い手なの？そもそも。自信しかないですねーって、そうなんだ。ゴッドヒューマン。あー、なんか聞いたことあるわ、ゴッドヒューマン。素手って。わかりました。俺手に入れたいですね、動画でね。行きましょう、じゃあ。位置について、よーい、スタートー。はい、ゴッドヒューマン VS、はい、モノケトル。さあ、もちもちを使っています。さあ、空中での戦闘です。やっぱ、ブロフルね、空中戦闘多いですね。かなり迫力ありますよ。なんか、動画版の PVP とは違うよね。なんかさ、結構さ、速攻で負けてって パターンが多かったじゃん、動画班。とかじゃなくてさ、ある程度ちゃんと PVP してるもんね。そう、レベルマックスが揃ってるからってことね。レベマ揃いだから、戦いのレベルが高えよ、マジで。みんなレベルマックスまでやってるから強すぎるんだ、多分これ。すごいね。あー！勝ったの！モノケトルー！テルル敗北ー！はい、ヌーブ、まさかの3連敗ですか？あれ、負けちゃってるね。一人以外、勝ってないですよ。残ったのが船長。3号パイセン。あなたが行くしかありません。しょうがないって。対する相手は、弟くん。はい。国病です、国病。これ、船長負けたらダサいよね。これね、ついにこの時が来たようだなって。はい、動画班同士の戦いです。船長が負けるわけないですよ。行けますか、3号パイセン。自信のほどはどうですか？ちなみに船長一番ヌーブでレベルが低いです。はい、ちゅうことでですね、1727レベル。あ、弟くんと同じレベルだって。はい、ということで、お互いに互角ということで行きましょう。弟くんベース3個パイセン勝つのはどっちか。意地について、よーい、スタートー、いけー。なんか、今までと違って迫力なくねえか、みんな。なんか迫力。なんか今まで、なんかさ、今までの4戦がすごすぎてさ、なんか迫力がなんかあんまないように見えるんだよ。なんかな。やっぱこう変わってくるんだね。レベマと1700で変わってくるんだね。PVP ね。船長頑張れー！お！ジジー！船長ー！やはり勝つ！ヌーブは勝つと、待ちました、まさかの勝利です。弟くん敗北です。船長ーって。乾杯だーって。でも、いや、違いますよ。違いますよ。2勝3敗です。ヌーブ海賊団負けです、あなたたち。うん。ヌーブ海賊団負けですよ、あなた。勝ち誇ってるけど負けですからね、あなた方。2勝3敗ですよ。あなたたち。まだまだ精進していくということで、うん。
ヌーブ海賊団いっぱい頑張りますと。ということで、じゃあ頑張ってください。はい、終わりということでした。いいね、なんか統率取れててよくない？なんか雰囲気はいいわ。なんかめちゃめちゃなんか仲良くネタ考えてるんだろうなって感じがあって、なんかいいですね。ここはなんか応援したくなる軍団なんじゃないのかなって気がしてますね。素晴らしい。ありがとうございました、ヌーブ海賊団さん。